あの特に今世界が経済危機に陥っていますそして今いろんなところで日本的なものを探そうと日本的なものに未来があるんじゃないかという動きが今至るところで見られるんですね。しかしながらじゃあ具体的にどんなところにあるのかということがよく分からないということになってしまっていると思いますけれども。 このような現象はねあの先ほどの日本探しということで懐かしいものが求められるこれは数年前から感じられたものなんですけれども今のね若者たちの中でもね数年前からのことなんですが本当にこの日本的なものがあのものを探してるなということをあのものすごく強く感じられたんですね。そのの一つに私はうちの大学で あの数年前にですね初めて私は国際学部というところなんですがあの日本の歴史とと文化という講座を新しく設けたんですねこれは最近どうやらこの流れの中であの日本的なものということが今求められるんだというようなあの ところでその講座を新しく作りましたけれども作ったのはいいですけれどもなんとその担当に、ね、私させられたんですねそして各部長に対してねいや外国人の私の講座をね果たして日本人学生がね受けてくれるんでしょうかということで、あのーまあ、反発を言ったりとかしましたけれどもじゃあやってみましょうと私は2 3 0人ぐらい集まればいいなと思いました。 ところが、ね、もう開けた途端に200人入る教室がもう入りきれなくて300人入る教室を急遽変えたりとかしたんですねもう本当にいっぱい集まってそしてマイク持って講義をすることにしました。じゃあなぜこのの授業を受けたのということをねいろんな学生に聞いてみたんですねするとね「いや日本人が日本のことを知らないで何が国際人ですか?」とね偉そうなこと言うなと。<laughs> そしていや日本人の先生ではないからどのように日本が見られているのか関心があるからとかですねああだごだとか言われたんですねいやこれは面白いとそして不思議なことにね他のあの講座で私は朝鮮半島という科目と朝鮮半島政治という科目も受け持っているんですが。 この科目ではね時間が経つにつれてだんだんまぶたがたるくなってくるのわかりますけれどもこの日本の文化の時間になりますとねなぜかねもうたる一人居眠りをする学生がいないですね目がキラキラと輝くんですね。そしてて最初は、ね、なんで外国人がが私のの方が日本という気持ちだったみたいですけれどもしかしながらにもうだんだんねこれは変えていくんですね。 そして今までは国際舞台に立つこれから立つ,か立つ自分立とうとしている自分。 日本人としてものすごく恥ずかしく思えたけれどもしかしながら先生の授業を受ければ受けるほどですね日本人として生まれたよ生まれてよかったんだよといやなんと日本の先祖たちは素晴らしいですねと今日帰りましたら私はうちの親におじいさんおばあさんにありがとうということを言いたいんですよというようなことをですねもういっぱい。 行ってくるんですねそして毎回私はこのような A4 の紙を配ってその日の感想を書いてもらうんですが大体目いっぱい書いて最後に「ありがとうありがとう」ということを書いてるんですね。いやこれは大変だとある学生はですねあの早くから国際人になれという親の要望からカナダにあの高校の頃から行ったそうです。 言ったら英語はかなりできるようになりましていろんな国の人と接することになっていったんだけれどもしかしながら世界を知れば知るほど自分とは何か日本とは何かというところに落ち込んでしまったそうですねついには精神的におかしくなってきて日本に戻ったそうですどうも日本に馴染まなくて今度は東南アジアのインドかどこかに行って一年間勉強したともだんだんさらにおかしくなってもう,うつ病にかかったそうですね そして日本へ戻りまして再びこの大学に入りましたとそして先生私は今までどれだけ誤った道を歩んだのか。 半年の授業ですね半年といっても大学ですから3ヶ月なんですね3ヶ月のこの授業を受けて私は変わりましだと今までは自分が国際人としてとして地位風信を持っていったにもかかわらずつまり根のない草でふわふわしていたんですね日本人としての自分がですね あの誇りを持ってなくなっていった時にふわふわしていて自分とは何か、まあ、日本人とは何かということになってしまってついにはまあおかしくなってしまったんだとそして私は根のしっかりとついた木としてこれからあのやっていきたいと思っていますと。 いうことで、まあこの前あの卒業しましたけれども本当に元気になりましたね。これはとっても不思議なことでしてね、私はどう生きることか、あの人生とは何かということで一度も話をしたことがありませんけれども、日本の文化論、日本の歴史についての話だけしていたところ、そのような感想も受けました。 そしてそのような感想を私は一人で読むのはもったいないからと思いまして編集者の方たちにそれを見せましたらねこれは大変なことなんですよとそしてこれはね日本のある現象ではないのかとそしてねその翌年はね私はクラスをね人数が多いからといって半分に分けて2日間にしたんですねところがね2日間の両方とも教室いっぱいになってしまって倍になってしまいました。 その時に編集者はね毎週一度も欠席なしに学校に来てくださいまして録音をしましてねあの歴史ガイド PHP 研究所のこの歴史ガイドに連載をしてくださったんですねもちろん圧縮はしましたあのしされましたけれどもなんとねこの目次の中で真ん中にね「オーソン派の日本文化史講座」という。<laughs> そして私は博物館に報告しましたこのようなことがありますって言ったらね言われました「いや王先生って商売上手ですねと」と <laughs> 大学からちゃんと給料は頂い,いているんですねしかもこのまとめ役はね編集者がまとめていただいたんですがね原稿料を毎月いただきますからねこんなありがたいことありますかねそしてこれ1年間連載終わりましたらね昨日から発売です。 <laughs> 本になりました一冊の本に <laughs> これからですねこのタイトルは「日本の曖昧力」というあの本当は大学の講座は日本の歴史と文化なんですけれどもこの日本人の曖昧さというものはの曖昧さというものは ものすごくそのマイナスのイメージなんだけれどもしかしこれからの時代というのはですねこの日本的なものが世界力を持つんだとつまりサブタイトルで「融合する文化が世界を動かす」というサブタイトルなんですけれどもこんな本になりまして昨日からですね全国的に発売開始となりましたあのこうなりますとね何が入るんですかインジェイが入るわけなんですね。<laughs> こんないい商売はねいくらでも <laughs> させていただきたいですね。いやありがたいありがたいと、まあ、思っておりますけれどもあの皆さんあのぜひ本屋であの <laughs> お買い物いただければさらに私儲かりますからと <laughs> あの。ということですのでありがたいですねとにかく。じゃあさて今あの日本探しの時代なんですけれども。 じゃあ具体的にどんなところで日本的なものがこの世界経済危機を乗り越えることができるのか今世界のその限界の突破に向けて何を日本から提出できるんでしょうかということですね。具体的なものは あのあんまり見ることができません私も多くお話をすることはできませんけれどもその日本という国は一体どんな国なのかなということをこれからお話をさせていただきたいと思います自分の体験を踏まえながらですが多くの外国人あの仕事関係あるいは留学生などが日本に来て長く滞在していく場合 日本あるいは日本人を理解していくプロセスがあります。人にによっててて多少の差はあるにししも大体同じプロセスを歩んで日本を理解していきますねあのこれをお話をさせていただくことで日本とは韓国人とはということがある程度体系的に見えてくるのではないのかなと思っております。まず1年目はとってもいい印象を持つんですね。 というのは韓国人中国人など強烈な反日教育が行われましたそして日本人イコール野蛮人未開人として教えられたんですねところが日本に来て日本人と付き合ってみますと日本人ってなんと親切なのか思いやりがあって優しくてなんと素晴らしいね 野蛮人的な、未開人的な日本人がどこにもいないじゃないかと、この日本には学ばなければならないよというね、これはみんな共通した言い方なんですね。そして、ととても楽しく過ごすすことができますなんといっても日本はですね、一つ、あの人々がいい、優しいだけではなくて、街並み、空気などがとても清潔できれいだということそして自然がなんと、 美しいんですねしかもねこの最近今というのは1年のうち一番美ししい時期かもしれません桜が満開で咲いたかなと思ったらもう新緑とあらゆるこの花が次々と咲いてくるあの世界広い,広いとは言ってもですねこんなに美しい国は世界はないんですね。 もうこれこそ私は極楽浄土だと思っていますけれどももう本当に素晴らしいこの自然のあり方これを見ながらね多くの外国人韓国人中国人などがね感動していくんですねそしてもう一つ日本はまだ独特なあの世界にあの,の中でも誇れるものがあります。治安がいい ということなんですねこんなこと言いますとねいや最近日本でも治安が悪くなってしまってねとかつてなかった親が子どもを殺す子どもが親を殺すような治安の悪いようなことがたくさん起きていてとあのいうことをすぐ言われてしまいますけれどもねあのどれだけ治安が悪くなっているのかかつてより。 そして世界の中で今どれぐらい日本の治安が悪くなっているのかということで私もマスコミの報道などから見て気になりましてですね調べてみましたあの世界ではまだまだデータ的にあやふやなデータが多い国が多いですねある程度はっきりとしたデータのある国15の国をあの調べてみましたこの数年の間のことなんですけれども 中でも、人口10万人当たりということで比率として考えてみました、中でもあの脅迫犯罪、殺人事件、一番多い国はどこだと思われますでしょうかね、殺人事件、中国,中,国中国、アメリカ、という印象なんですね、違います。<laughs> 一番多い国はロシアなんですねあの数としても多いですけれども比率としても一番多いですあの数として次に多いのが中国ですが人口が多いために比率としては下がりますかなり下がります数としても比率としても3番目はアメリカなんですね じゃあ純粋に人口当たり比率として2番目はどこだと思われますでしょうかねもう想像でいいですから <laughs> 韓国北朝鮮北朝鮮,北朝鮮がまだデータがうまく出てませんねいや本当韓国なんですね今の方すごいいいですね 日本に一番近い国韓国韓しかもねかあの最近旅行会社ではね世界で最も安全な国韓国へと行きませんかということを呼びかけているんですね。ここのののの韓国がこの10年の間にものすごく犯罪が増えているんですこれを韓国の専門家たちはですねあの貧富の格差が開いたために起きているんだというような分析になっているんですけれどもそれだけでは言えない問題がたくさんあります。 私に言わせればですね一つは韓国は何と言っても倫理崩壊儒教社会でありながらそれらも全部崩壊しているところが問題なんですねこの10年の間に韓国の政策として IT 化政策情報化政策を唱えました誰もが今度は ITIT IT ということになっていった時に単なる IT 化としてはいいだろうけれども ななぜか英語が主になってしまうつまり英語をしなければできなければ話にならないということになるんですがそのような機能的なものだけで世の中を動くことはできませんね。それに伴って何が起きているかといいますと個人主義なんですねそしてあの成果主義を取っています企業は。 いつクビになるかわからない状態の中でとにかく競争社会になってしまっているんですね日本では信じられないほど競争社会です朝鮮半島も日本人もあの個人主義社会ではないんですね日本の場合は非欠縁共同体のテンを持っているんです朝鮮半島の場合は欠縁共同体社会なんですねいざとなった時親戚を頼る家族を頼る そして友達を頼る同じ学校出身を頼るといった伝統的な、まあ、共同体の社会なんですけれどもしかしこの10年の間にあっという間に個人主義になってしまいまして頼れるものではなくて全部競争すするる相手となっっててしまっているんですねそこにほんの一部の人だけがなんとかついていけるわけなんですね。その人たちはもう、うん 日本人には比較にならないほど大きなドを持っているわけなんですね。ところが大半の人はそこについていくことができません。そうすると今、韓国の大変な問題は精神的にうつ病患者うつ病までなっていかなくてもそれに近い患者が極めて多いということが問題なんですね。とにかく人が信じられない、信頼できないということになってしまう。 友達関係も親戚関係もですねもうとにかく人を騙すということになってしまうこのような社会が行き過ぎてしまった時に、まあ、これが貧富の格差にもつながりますし社会治安が悪くなってしまうそして殺人の特徴というのは不特定の人を殺すということなんですね。誰でもいいから ということが、まあ、極めてこれが韓国が今データあの比率として2番目になっているということなんですね。えー、としますと日本を取り巻く周辺国家は全部殺人大国なんですね <laughs> じゃあさて日本が何番目ぐらいでしょうかね。中ではスイスオランダドイツスペインという国などもたくさんあります15の国から。何番目ぐらいでしょうか 十五番目だと思いますかね。はい。十五？十番ぐらい。極めて日本人的ですね。<laughs> というのはね、日本人が一番だということをなかなか言いたくないんですね。これが日本のまあ謙虚さでもありますけれども。 でも先ほど日本ということを言われる方、ものすごくあの自信をお持ちの方なんですが、本当そうなんですね、日本なんですね。15番目、あやふやなデータまで含めても日本は一番なんですね、世界の中で。殺人事件だけではありません、あらゆる犯罪は世界の中で最も低いのが日本なんですね。しかも一番のロシアと比べますとね、ロシアあの,その、えっと、比率から見ますと、 なんと、ね、ロシアは20.95人で日本は0.90人ですね、1人いるかいないか、なんでこうなんですかね、ロシア、中国、韓国、北朝鮮、ここまで今、あの殺人大国に囲まれていながら、この日本だけがですね、もう日本は極楽浄土でありませんかね。 国楽増答はあの世であるはずなんですけれどもやはりこの世の中の一番東の小さな島に国楽増答があったんだということなんですね。なんで日本だけが治安が良くなってしまっているんでしょうか。これは取締りが厳しいからでしょうかね。法律が厳しいからでしょうかね。どこの国もみんな取締りを激しくしはしているんですがやはり国民性から見ていかなければなりません。 ちょっと話は元に戻したいなと思いますけれどもとにかく来日して1年目はとってもいい印象を持ちますなんと素晴らしい楽しいねとところが1年が過ぎて2年目3年目と入りまして一歩踏み込んだ付き合いをしようとした時にさ やっぱりり日本人がかりません何を考えているのか分からないし表面的には極めて親切で優しいけれども彼らの中に入ろうとするともうピシッと閉じてしまって本当に分からない極端な場合は日本人人が間じゃなないいとまででっていくんですね私などは周りが全部日本人しかいませんでしたんでもう深刻に落ち込みました2年目3年目。 日本人も同じ人間なのにここまでおかしくなることができるんだろうかと。